こんばんは、こんばんは、こんばんは。眠たい。赤い、確かに。なんかこの、なんだろう、別にフィルターつけてないんですけど、なんかフィルターつけるとなんかピンクっぽくなるからやめようと思って。赤いね、こんばんは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 。ちょっと疲れ切ってます今日は。いや、いや大したことしてないんですよ、大したことしてないんですけど、ちょっとなんかね、なんかね、ということでお久しぶりです。どうもどうも、こんばんは、こんばんは。お疲れ様です。遊びに来たよ、こんばんは。本当は何色？赤？でももっとピンクっぽいかも。なんかオレンジっぽく見えるけど、もっとねピンクだよ。なあちゃん髪伸びたよねって。そうね、だいぶ後ろは長いかしら。花火すごい綺麗ですね。花火がね珍しいって。確かに一人でショールームするの誕生日ぶりとかじゃないかしら。まあ、理由があって、ちょっとテロップね、何の配信だよって言われちゃうと思うのでテロップ書いときますね。ライブでライブでやりたい曲なんだろうライブでやりたい曲なんだろう、意味わかんないテロップですよね。そうね、だからもう決めなきゃいけないんですよ。あのドボンライブ、皆さんご存知ですか？あ、もうすぐお風呂が開きます。ドボンライブっていう AKB48 のドッポン独り占めっていうあのゲームがあるんですけど、そのゲームのイベントでなんと1位にしていただいたので、あのね結構好き放題ねできるらしくて、そのセットリストをね自分の。なので何の曲をやりたいか皆さんに聞きたくて。いや、そう、私もやりたい曲あるんですけど、なんかねどうしようかなと思って、相談しようかなって思いました。そう、ユニットと全体曲です、その通り。コイントス48の曲限定だよね。なんか相談、要相談らしい。その AKB の曲じゃなくても要相談で通る可能性はあるはあるけど、でもなんかせっかくなら AKB の曲の方がいいよね。その48の方がせっかくだったらねいいよね。ソロコンとかではいくらでも AKB じゃない曲やれるしね。全体曲とユニットなんですよ。だからどう2曲ずつ本当は書かなきゃいけないけど、まあ2曲じゃなくてもねいっぱい書いちゃおうかなの気持ち。何がいいかな、歌ったことがなくても歌ったことがあってもいいんだけど、レイダウンやってもいいんだけど、その劇場でさやってる曲だから、こうステージングが必要、ステージのこの椅子とかが必要になってくるんだよね。それが結構めんどくさいかなとは思う、レイダウンやろうと思ったら。あと衣装の問題、そのレイダウン用の衣装を使っちゃったら他の曲の世界観と合わなくてどうする、つながり、曲のつながりどうするみたいになったりするから、レイダウンはやりたいけどちょっと厳しいかな、ライブに入れるとなるとね。おー、そうね、ネモハモルーマはさやりたいよね、やっぱりやろうよ、書いとこ。ネモハモ、ネモハモルーマーはねぜひとも、ネモハモルーマ、まあネモハモルーマー、お風呂が沸きました。ネモハモルーマー、
美しきものやりたいよね。でもそれ私一人で歌いたいんだわがまま美しきものはいつかなんか絶対に一人で披露する機会を作ろうと思ってて、なのでまあでも16人でやるのもかっこいいよね。悩む悩み。涙の表面張力、確かユニットね、涙の表面張力誰とやる？結構表面張力っていうコメントが多いんだが、しかし誰とやる？誰がいるんだっけ？誰とやる？ユーナーモギオンでって言ってるけど、え、モギさんって入ってたっけ？てかなんかそのドボンライブだから、そのメンバーがランキングで16人に入ったメンバーしかいないんですよ。誰がいるのかがまず今自分の携帯で配信してるから誰がいるのかが全然わからない。モギさんやっぱいないよね。モギさんはいないんですよ。モギさんはいなくて、ハート型ウイルスはねドボンライブ前回やった私。うーん、お示しはでもほら成人婚でもやったからな私。誰が、大西がいる？大西がいる？ん？ちょっと待って、セナタン、ハルピョン、ももセナタン、ハルピョン、ももちゃん、ユーオン、ユキさん、ユキさんいんのか、サホちゃん、小田さん、おーん、ユキさんおるの？まあユキさんとデュエットもありじゃない？ね。夜風の仕業、いい曲だよね。オレンジ色の三日月がなんかコメントいっぱい来ててよくわかんなくなってきた。私の今回のわがままとしては、まあ、1位なんで好きな曲やらせてもらおうという気持ちでいるんですけど、あんまりやったことない方がいいのかなと思いつつも、全くやったことない曲は負担が大きすぎてできないなっていう、あの狭間でこう揺れてる感じなんですよね。え、隣のバナナ誰とやる？例えば誰とやったらいいんだろう。隣のバナナいいよね、いい曲だよね。私ってこう見えても結構大人だよ。隣のバナナだったらなんか可愛いし負担少ないしおもろいからできそう。ゆきさんと？ゆきさんと隣のバナナ結構やばいね何それってなるよね。あ、大西と？ちょっとどうすっかな。大西と隣のバナナもおもろいね。大西とバナナ大西とバナナ、あー、大西とバナナか、それはいい。ちょっと提案しとこうかな。大西と隣のバナナ、あとなんだろう、ユニットあ、確かにユキさんと月と水鏡のさリベンジよくない？それいいじゃん、天才。ユキリンさんともともと前ライブで月と水鏡をね
披露するはずだったの、デュエットするはずだったんだけど、そうゆきさんがほら手術してた時期だったから出れなくなっちゃって一人で歌ったんですよその時。だからそのリベンジはあり。いいね。今んとこ書こうと思ってるのはアンケートにゆきさんと水と月鏡月と水鏡、大西と隣のバナナかな。ゆきりん入ってなくない、ウォウォウって感じだけど、でも誰かがゆきりんって書いてたよ。大西もいないの、何どっち、どっち、ね、メンバー確認しようって言って私メンバー確認できないんです。あ、ゆきさんいないんだね。ゆきさんいないウォウォ、この月と水鏡案は却下です。ゆきさんいないのか。じゃあでもなんか生歌で歌いたい気もするよね。なんかやっぱ生歌の方が楽しいじゃん。大西もいないの、おらんのかーい。誰やん大西って書いたの。私めっちゃ信じちゃった。いやあなたは悪くない、私がちゃんと確認しなかった、私が悪い。なので大西とバナナもなしです。月と水鏡もなしということで、もう一回一から考え直しましょう。ね、だからあれでしょ、ゆいり、ゆうちゃん、せなたん、あとはるぴょんはいるやん、絶対はるぴょんやん。あとおだんごとさほ、おだんご、おだんごさほ、みよん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 。ゆうちゃんとアボカドはやだ、だって前回セナタンとゆうちゃんアボカドやってたからね。あ、下をね、下を、下をちゃけ、あ、なるちゃんね、なる、なる好き、なる好き好き、あ、ゆいゆいね、ゆいゆい、せいちゃん、せいちゃん、せいちゃん、なるほどね。僕もいるよ、あ、僕もいるの、そうなの、はーちゃん、あーじゃん、あひなな、あひなな、せなたんとバナナやりたいけどやりたいけど自信がないぜ、バブミが、私にバブミがないぜ。あ、ないちゃんね、ないちゃん、はーちゃん、ないちゃん、ひななもいる？あ、りんちゃん、なるほどね。何しよう、2曲、まあユニット曲提案するとしてさ、かわい、あ、ソロ、ソロ曲でもいいんだって別に。あ、りんちゃんいないの、そうなんだ、りんちゃんいないのね、わかった。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15、 あと一人誰だ、ひなな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 じゃないか、それひなな入れたらちょうど16人だ。ソロどうする？ 1 位だからソロ曲で攻めるか、逆に1位だから誰かと何かやるか。自分入れました、自分入れたし、ひななも入れて今16人。長い光っていいよね、わかる、書いとこう。ネモハモルーマ、長い光禁じられた二人いいよね。
誰とやる？誰と禁じられたい？木立に朝もやん、まるで誰かの吐息。どうしようかな。誰と禁じられればいいんだ。だってゆいりちゃんとはもう禁じちゃったしね。まあでもせっかくなら、あーゆいゆいな、ゆいゆいな、ゆいゆいゆいなあ。音で禁じられる。他の人ではダメなんです。こうやっていけないことですか。おんちゃんと、うん、笑っちゃいそう。口移しのチョコレートいいね。だって生歌でもできる、ギリできる曲じゃない？なんかその激しくないからさ、そんなに口移しのチョコレートってありじゃない？誰とやる？口移しのチョコレート、なんかエッチな曲やりたいよね。口移しのチョコレート、あれはチーム神奈川。あ、でも神奈川結構いいのか。え、どうし、誰とやりたいかな。え、待って、口移しのチョコレートでゆいゆい確かにやってほしいよね。でもそしたらなんかゆいゆいセンターの方が良くないってなっちゃうから、なんか、いやでもそう、わがまま言いたいんですよ。その、うん、わがまま言ったら贅沢にゆいゆいを自分の横に置くかみたいな話になるんですけど。でもサッホーとサホちゃんとユウちゃんは口移しのチョコレートをやってた人だから、逆にユイ好きとか、ユイ好きと一緒に口移しのチョコレートとか、どうですか？か、え、どう？ユイユイ好きというピュアピュアな可愛い子ちゃんに口移しのチョコレートとかやらせちゃうっていうさ、いいよね、ユイ好き、いいよね、いいよね、なんかエッチだよね、見たいよね、ユイユイ好きとやれたら。それはまあこれが通るかわかんないんだけどね。え、でもいいよね、書いとこう、ゆいづきと口移しのチョコレート、エッティだね、エッティ、うん、いいんじゃない。あと、まあそうね、ゆいゆいと隣のバナナっていうのもいいかも。あーな、確かにゆいゆいが、私ってこう見えても結構大人だよ、気合せするタイプだけど意外にグラマーだしって言ってほしいよね。でもやったことあんのかな、ゆいゆいって。うーん、ゆいゆいはやったことありそうだよね、隣のバナナ。どうなんだろうな、書くだけ書いとくか。本当はね、めちゃめちゃ歌唱力生かした曲とかもやりたいんだけどね。意外とでも AKB で歌唱力がめちゃめちゃ活かせる曲って難しいね。難しい。ああね、記憶のジレンマね、結構ねやってるんですよ実は。記憶のジレンマはかなりやってて、虫のバラードもやったし、ジュンクレもやったし、君と僕の関係はまあやったことあるな、泣きながら微笑んでもかなり歌ってきたし、だからやっぱもう10年 AKB やってるとやったことない曲の方が少ないみたいなところにさなってくるよね。16人姉妹プライオリティ、あーでもやったことあるしな。なるほど、ユーナーの炎上路線ね。遠巻きに見てたあなたのこと大好きすぎて炎上、いきなり風が吹き抜け。確かにハロウィンなのか、
いいね、ハロウィンだからさ、ハロウィン、ハロウィンナイトいいんじゃない、ハロウィンナイト、みんなでなんかいろいろ好きな衣装着てハロウィンナイト、あり、いいね。ジュックローネとパンは好きだけど、私はダンスが下手なのでやめときます。ミステリーラインもいい曲なんですけど、ダンスが下手なのでやめときますダンスからとにかく逃げたい人です。なるほどね、はい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 、おうおうおう、うんうんうん。ひまわりはダメですか？ひまわりね、結構劇場でねいっぱい披露してるんですよ。実はね、劇場でもやったし、他のライブでも意外とやらせてもらっちゃってます。狼とプライド可愛すぎてやばいね、誰かにやってほしいな。セナタンとか狼とプライドめっちゃ似合いそう。泳ぎよすぎるわ、なんとかかんとかかんとか、君ペガ、君ペガはね意外とダンス難しいんですよとにかくダンスが踊りたくない人だ私で、リターンマッチも一回やったんですけど、めっちゃダンス難かった。おほん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 、なるほどね。あ、イノセンスね、いいよね。イノセンスはやっぱ歌唱力大事だから、いい曲だよね。あり、イノセンス、イノセンス、お団子の歌い出しとか聞いてみたいよね。抱きしめて抱きしめて震えているこの体、うん、ね、グリーンフラッシュもいい曲ですよね。ちょっといっぱいやってきちゃったから今回は書かないでおくけど、うん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 、ねえ、わかる。くるみとダイアローグもさやりたいよね。でもどう、性癖出しすぎな感じする、そんな、なんかくるみとダイアローグにネモハモルーマー、口移しのチョコレート、長い光、イノセンスめっか、いいやね、ありだよね。そうなの、え、チーム A 感が出ちゃいすぎるんじゃないかなっていう懸念。くるみね、くるみとダイアローグ、くるみとダイアローグ、どうすればいい。で、だらしない愛し方も、そうそう、好きな、だらしない愛し方もやっぱおんちゃんがセンターで見たいな、やりたいなって思っちゃったりとか。おー、法定速度と優越感は前回ドボンライブでやってるんですよ。だからもしかしたら今回入んないかもしれないですね。チーム美容師をなんかさ、ドボンに変えられないのかな、無理か。あなたは今日でなっちゃうし、ほらちーほらドボン、んー、なんだろうね、チームドボン、チームドボン推し、どう変えればいいんだろう。
成長してるドボン見に来てください。あーチーム AKB でもいいよね。確かに別にドボンである必要性もないのか。ほら AKB でもいいよね。チーム AKB 推しいいかも。うん、なんか君のことチーム AKB 推し。でもチーム AKB 推しだったらドボンなんていうの、ドボン関係ないってなるか。うーん難しいのね。ジャバジャ見たいですって思った。でもさ前回やっちゃったんだよね。前回のドボンライブでジャバジャやっちゃったので、今回はジャバジャじゃなくてネモハモルマにしようかなみたいな気持ちでいる。ね、ソロ曲やるとしたらなんだろう。ソロ曲、ソロ曲は、右肩ね、いい曲だよね。ゆいゆいがこの間ソロでそのドボンライブでフラワー歌ってたんだよね。前田さんいいよね。右肩なんだっけ、どんな曲だっけ、ど忘れ。タラタラ私のあなた幸せを。 A メロが出てこない、サビばっかり浮かぶ。あ、思い出す今、思い出すよ今も、恋と気づいた夏も。いいね、右肩も書いとくか。水槽の花が日向に溢れた道、ララ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 ラ、あなたの右肩、私の頭を傾けて、ちょこんと紛らしているもいいよね。紛らしているは、でもソロコンでもやったことあるんですよ。紛らしている、え、ビギナーもいいよね。え、ビギナーもやりたくない？ In your position set ってやりたい。ビギナー高見菜さんポジやらせてくださいっつってね、わがまま言ってね、いいかも。ありよりのありです。夢のデッドボディ、今ハッピー、出会いの続き、シャワーの後だから、うざうざね、ダンス難しいんですよすぐダンスから逃げたがる。うざはめっちゃダンス難しい。太宰治も読んだかも、いい曲ですよね。でもギター弾けないの。ギターやろう、時間作っていつか。
バードいいよね、わかる。でもバードいっぱいやってきたんです実は。ダンスうまくないよ、ありがとう。あ、ギターないの？ダサイオさんも読んだかって、ギターじゃないんだ。エアギター。出会いの中で続くものって理由があって惹かれ合うもの。ああ、私は私もそうか、ありだな。チャララ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 。でもなんか私を歌うのなんか違うなって気もするよね。なんだろうな。いつか望んでいた道なのに風が少し吹いただけで不安に思う自分が嫌い。うーん、なるほどね。おお。電車がガタゴトと、ドゥルンドゥルルルル、アパートで。テントウムチはやらない。うーん、AKB、 そうね、 AKB の曲がいいかな。確かにね、その BNK48 さんの私が作詞した曲を日本語バージョンでユーナーで歌うのもいいね。それも書いとく。何もない自分、それでも変われる努力をした。 BNKビリーバーズ。まだそばにいてほしい、あなたと一緒じゃなきゃダメなんだ。ライブいつやるのって。10月、10月。あー、なーちゃんの歌いたい曲ないんですかって、候補。いや、なんか全然なくってね。一人で歌うんだったらポンポン浮かぶんですけど、やっぱみんなでやるとか、あとなんだろう、みんなで集まってレッスンしなきゃいけないっていうスケジュールを考えるとスケジュール大事よ。集まれなかったりしますからね。あ、立川？場所。またまた立川？まあでもみんな可愛い曲多分アンケートに書いてくれると思うから、私はじゃあネモハモルーマーとビギナーと長い光とイノセンスとハロウィンナイトとだらしない愛し方とくるみとダイアローグっていう、もう自分の趣味を押し付けたアンケートを送りつけたいなと思います。ユニットは結局だから、そのユーナーで新曲、 BNK さんの新曲を日本語バージョンで歌う許可が下りたらそれも披露したいなと思うし、
ゆいゆいとズッキーと口移しのチョコレートをエッチな曲できたらいいなとか思ったりとか、人目を気にしないって私たちの自由でしょ、人目気にして誰かに見られてるともっと大胆になれる。ズッキーとゆいゆいが大胆にさ、オープンのカフェテラスでさ口移しをしてるって考えてみて嘘やん、マジか。え、あなたの膝によじ登ってでしょ頭抱えるなそれは楽しい楽しい、考えたら楽しい。ゆいゆいとズッキーが、え、マジかいいね、いいよ、やってこうぜそういうの。よし、いいんでね。じゃあ一曲だけ、ちょっとソロ曲で、あ、ソロ曲、そう、右肩にしようって話だったやん。そうしよう、そうしよう。右肩でいい？ソロ曲の候補使われるかは分からんけど、右肩、右肩、私の頭を、お、聞きたいって。本当？本当右肩いい感じ？ほうほうほう、決めた、決まった、よかった。本当はね、もうね、アンケートの期限がね、実はね、切れてたんですよ。本当はね、おととい？一昨日だったんですけど、でもどうしてもショールームしてから送りたかったんで、3日でもいいですかってマネージャーさんに言ってちょっとだけ送らせていただきました。ということで決まりましたって書いて、決まりました、決まりました。果たして何の曲が使われるのか、皆さん、会場にいらっしゃってくださる皆様はぜひぜひ楽しみにしていてください。今日が終わったぜ、お疲れ、疲れた、お風呂入ってこよう。ちゃんとお風呂でマネージャーさんに送ります。皆さんご協力本当にありがとうございました。優しいみんな大好きだよ。明日も頑張りましょう。日曜日皆さん何するんですか？私はお稽古に行ってきます。明治座、皆さん来てください。ぜひ、あの9月の9日から15日までやっております。全10公演あるんですけど、明治座ドリームコースターっていう、まあね、歴史ある明治座さんのステージに立たせていただいて、お歌をねいっぱい歌うんですけど、すごいんですよ。だからケミストリーの道珍さんとか、まあ、いろんな方がいらっしゃって、お歌がね上手な皆さんがいっぱい素敵な歌を歌うんですよ。ソロで、ソロでも歌うし、一緒にも歌うし、なんかデュエットしたりとか、なんかいろいろあって、ぜひ皆さん来てください。多分びっくりすると思います、皆さんの歌が上手でね。歌だけじゃなくて、なんか寸劇みたいなのもやるので、あ、その役やるのみたいな、あ、そこそこってなると思うので、ぜひぜひ明治座に足を運んでくださったら嬉しいです。あら、行けない方もいらっしゃるのね。
どんな感じの歌うのって、ポップス J-POP も歌うし、ミュージカルの曲も歌うし、すごい幅広いです。とにかく幅広いので、多分誰が見ても知ってる曲も、誰が聴いても知ってる曲もあるし、多分知らない曲もあるとは思うんですけど、すごくすごく聴いてて面白い内容になっていると思います。行きたいけど行けないって人もいるよね。配信はあるのって、多分ないんだと思います、今のところね。なんか興味ありませんってさコメントしてくださったりとかさ、行かないってさ書いてくださったりとかさするとさ、ねえ、そんなことわざわざ書かなくたっていいじゃんって思いますよね。ほら、それは悲しいって言ってくれてる。興味ないとか行かないとか、わざわざ書かなくていいんですよ。そんなね、自分の指をね、こんな駆使して行きません、興味ありません、知りませんみたいに書くのは労力の無駄だと思いませんか？可愛いカマチョなんだよって。確かにカマチョさんなんだね。で、確かにそういう人に限ってカマチョだったりするよね。ね、言わなくていいことは言わなくていいんですね。そう、そんなことよりも愛してるよ、大好きだよ、見に行くねとか、なんかどうしても都合がつかなくていけないんだ、ごめんねとか言ってくれる愛情たっぷりの皆さんのことが私は大好きだからね。だからそういう風に自分のことを興味あるよって、好きだよって言ってくれる人だけを大切にして生きていこうと思います。私はそんな皆さんのことが大好きです。楽しく生きていこうね。ほら、こんなさ、遠くからさ、ほら、北海道から応援してるよとかさ、いるんですよ、こんな素敵な方がいっぱいいるんですよ。でも数少ないこんな一握りの、もう一握りでもない、こんなちょっとした何ミリの変な人にやっぱ左右されて私持ち込む時あるし、皆さんも変な人に何か言われても気にしちゃダメですよ。私は好きだから大丈夫。ほら、福岡から応援してるよって、全国各地からね、ほら、沖縄から幸せを願ってるよって冷静、相手にしない方がいいよって。そうだねね、だから自己肯定感を下げてくるような相手とは一緒にいるのやめましょうね。なので私は皆さんにとって自己肯定感が上がるようなアイドルでありたいです。皆さんが推してて、あ、この子推してるとなんか自己肯定感が高まって頑張れるなとか、自分のこと好きになれるなって言ってもらえるような人でありたいのでそうね、そういう人を見つけた時はやっぱなんかどうしても無視できないじゃん、みんなさ、やっぱ真に受けてさ、コメント拾っちゃったりとかさするのよね。それで泣いちゃったりする子もいるじゃない。私も心は泣いてます愛してるよって、ありがとう、嬉しいよ、ありがたいですね。だから大丈夫、みんな頑張ってて偉い。そんな心ない人間の一言に左右される必要なんかないです。サランヘヨ、ティアモ、お会いに。なのでライブでお会いしましょうね。まあ来れないっていう方もいるとは思うんですけど、ドボンライブでぜひともお会いできたら嬉しいし、明治座でもお待ちしているので一生懸命頑張りたいと思います。あ、ゆきりんはすぐ通報してるよ。あ、そうなんだ。だから私も容赦なく通報したりとかミュートしたりとか、ツイッターね、ブロックしたりとかしようと思います。なのでブロックされたなって人は、ブロックされたって思っといてください
あ、そうなの、ゆきさんの通報の勢いすごいって。そうなんだ、さすがゆき様大好き。いいね、ゆきさんのそういうとこ好き。あ、いたいた、通報しちゃえみたいなさ。ね、そうだね、通報しよう。なので皆さん絶対に、なんだろう、周りを傷つけるような発言は SNS とかコメントでしないようにしましょう。もうね、嫌なことは書かなきゃいい。この子が嫌いとか、あの子が嫌だとか書かなくて大丈夫です。好きなことだけ書くね、そうしてこう。ある好き嫌いがあるのは当然ですから。でもそれをわざわざ書かなくていいってこと、大切。そうだそうだ、はーい。ゆきりんさんを見習いましょうね。ほら、もう今からバイトだって。おー、いってらっしゃい。ねえ、大変ですが、これから仕事だの人だっているしね。明日日曜日でようやく休めるって方もいるだろうし、逆に日曜日いっぱい働かなきゃって人もいると思うんで、頑張っていきましょう。ストレス発散しながら。私も今日はすごく疲れました。でもその疲れたって言っちゃいけないってずっと思ってたんですけど、最近考え方が変わって、なんか素直にちゃんと辛い時は辛いとか疲れたなって言えるように最近してます。だから私は今日疲れました。疲れちゃった、なので疲れたので お風呂にちゃんと入って使って寝て、明日も一日頑張ろうと思います。なので皆さん今日はお疲れ様でした。みんなも疼れたでしょ、疼れたって。いやー、今日頑張った、疲れた、いやちょっと頑張りすぎちゃったかな今日、よしみたいなそうね、いい子いい子です。皆さんよく頑張りました。なのでこれからお風呂に入っていきたいと思いますね。こちらこそ皆さんのおかげでアンケートをしっかり送れるので感謝です。夜の業界はこれからや、頑張って、大事よ。やっぱそういう 朝働く人、夜働く人、昼働く人、いろんな人がいて世の中成り立ってる。ありがとう、みんな健康でいてください。え、スクショタイム、え、何がいいじゃあこれ可愛いから、じゃじゃん、スクショさん、魔法のステッキみたいな感じ。お尻可愛いよ、見て。お尻ね、お尻、お尻は元気出ますよね。でも気をつけなきゃね、あんまりお尻お尻言うとセクハラって言われるから気をつけますはい、以上お尻でした以上お尻でした。はーい海外のファンのために英語で何か言えますか。いつもでもね、英語喋れるってオンライン話し会で聞かれた時に、Sorry I don't speak English って言ってる。ごめんね、全然喋れないの。でも I love you ってI love you Me too Yeah I miss youコップンか。ヒップ。お尻は英語でヒップ。はい、以上。
よし、みんな早く寝てね。ね、サランヘヨ、テリマカシー。あ、全然違うこと言っちゃった。テリマカシー。あ、ジュテーム、ジュテームね。わあ。おやすみなさい。これね、おやすみおやすみってこの最後のこのターンが長いんだよね。なかなか切れないんだよね。電話もそうだよね。じゃあそろそろ切れるね。うん、おやすみ、明日頑張ってね。うんうん、みたいな感じだって。なかなか切れないですよね。そうなの、そういうもんです。でもなんかにしても本当にこの配信だとすっごい髪赤く見えるけど、こんな感じじゃないからね。もう赤いは赤いんだけど、なんだか髪伸びた、髪伸びた。最後なんか投票しとこうかな。じゃじゃん、これどうやってやんだっけ。選択肢の数を決めて投票を開始してください。何これ、どうやってやんだ。投票機能やりたかったけど、なんかよくわかんないからやめとくか。うん、やめとこう。なんかうまくできなかった。聞いてみたかったの、その投票で。ロン毛とショートどっちが好きですかって聞きたかったの。でもなんかうまく押せなかったからいっかなね。今の長さね、中途半端な感じだけど、でも今も好きって言ってくれる人がいる。かわいい、ありがとう。かわいいだって。次の劇場はいつ出るのって、わかりません、ちょっとわかりません。でも武道館が終わったら落ち着いて出れるようになるんじゃないかしらね。でも人間ってさ、めんどくさい生き物だからさ、ショートがいいって言われるとロングにしたくなるし、ロングがいいって言われるとすごい切りたくなるし、めんどくさい生き物ですね。でも今は伸ばしてるので、まあ、ショートはいくらでもほらバスッと切っちゃえばさ一瞬でショートになれるけど、ロン毛は一瞬ではなれないから、とりあえずロン毛を目指してるけど。そうなの、そうだから結べるようになった。以上です何を選択しても好きだよって、ありがとう。それが一番嬉しい、ありがとうね。そう、ロン毛なの、ロン毛さん、ロング、ロング、うん、ロン毛。このなんかおっぱいの上ぐらいまであるの良くない？なんだろうな。まあでも胸より下でもいいんだけどね。ちょっと悩んでます。まだどこまで伸ばすか。そうね、ポニーテールしたいです。ポニーテール。ポニーテール。てててててん。お風呂入ってきます。じゃあ。なんかちょっとこのままだと一生夜中までペラペラ喋っちゃいそうなんで、皆さんありがとう。鼻毛が出てても好きだよだって、ありがとう、嬉しい。鼻毛が出てても髪が赤くても黒くても白くても好きって言ってください。それでは、あ、そっか、ナイス、ランキング読むの忘れてた。久しぶりにショールームやりすぎて全然それ考えてなかった。ありがとう、教えてくれて。ちゃんと読むね。14位からいきます。14期なので、メグさん、メグさん、羊。なんか素敵なコメント書いてある。幸せはいつも自分の心が決める。
そうだね、大事。13位、エイト。あ、素敵。毎日できることをコツコツと積み上げている大西、尊敬します。ショールーム見て元気もらってます。毎日配信してくれてありがとう。元気もらえるよね、やっぱそういう配信してくれると。わかる。12位、ティワチン。今ハッピーやらん、ピエン。やんないよ今ハッピーなんて。満員電車今ハッピーで、うん、シャイシャイシャイ。NASA もしか見てない、わら。え、本当にありがとう、嬉しいよティファチ。11位、ヒロミアットマーク。名刺さ楽しみだって待ってるね。もうあなたに歌います、あなたのために歌う。10位、かなちん。なーちゃん推しで幸せです。え、ありがとう。そうなの、幸せにするよ、これからも全力で頑張る。9位、ゆーぼー。油の乗り切ったいい年のオタクです。え、そうなの油が乗ってらっしゃるので美味しそう、食べたいです。8位、きょうさん。きょうさんかわいい、なんかクマみたいのいる、犬なんだ、かわいい、ありがとう。7位、リカ。リカありがとう、リカちゃん。6位、マイリンアットマーク。なーちゃんしか勝たん、愛してるよ、ありがとう、愛してるよ。5位、フェールアットマーク。歯磨き忘れず寝ましょう、村山組。歯磨き大事よ、私フロス大好きで絶対フロスしないとなんか気持ち悪くて寝れない。もう歯磨き、フロス、マウスウォッシュで完璧みたいな感じ。4位、パンちゃんアットマーク。お疲れのところ配信ありがとう。いいえ、こちらこそお疲れのとこ見てくれてありがとう。3位、リサアットマーク。台湾ハート言う直しありがとう、私もゆうちゃん大好き。2位、ひろひさ鈴木さん。おい鈴木さんありがとう。1位、ユワン台湾アットマーク。どうしやりワイリン、どうしやりワイリー、 What's this、 わかんないけどおめでとう、ありがとうフロスって何、美味しいのって。フロスってなんか糸みたいなやつ、こういう、それをねやるのがね好きなんです。フロスやった方が虫歯になりにくいと思ってるよ。あ、そう、糸ようじなんていうの、そうね、糸ようじのなんかさ、海外のこういう、こういうやつ、こういうやつに、日本語で言うと糸ようじなのかなフロスは多分歯磨きした後にやった方がいいんじゃない、歯磨きの前じゃなくて。血が出るって、嘘、出ない出ない。おすすめのやつある、なんてやつだっけ、名前忘れちゃったけど、そう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 、痛くない、全然痛くない帰国子女ですか、ノー、そっか、あんまみんなフロスしないのか。皆さんやってみてください。あ、そうそう、なんかなんだっけ、その リーチリーチってやつ、なんかリーチってとこの、それそれそれ、それがすっごい好きで、そのフッ素付き、フッ素がついてるやつみたいなのがあって、それが好きなんですよね。そうなんです、ぜひ皆さん見てください。あ、ほら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 、歯医者さんに毎日フロスするように言われたって。そうね、口臭予防にもなりますよフロスは。やっぱこう、その歯の隙間の歯石、歯垢みたいのが取れるから、頑張って頑張っていきましょう、歯大事よ。そう、今歯の治療中なんです、下の歯まだ完成してない、もうちょっと
コメントかわいい、キスしたいだってどうぞキスしてくださいお風呂毎日浸かるの？浸かる、今から入ってくる。ごめん、またタラタラ喋っちゃった、ごめんね。ありがとう、聞いてくれて。なので皆さんおやすみなさい皆さん虫歯がある人は治しましょう。私多分ある気がするんだよね、今なんかわかんないけど、なんかある気がしてきた。歯医者行こうねみんな、うん、頑張ろう、頑張ろうぜ。ということで本当に切ります。おやすみなさい。ぜひ皆さん歯磨きして歯の虫歯直していっぱいチューしましょうチューしたら虫歯うつるらしいからね、気をつけてね、直そうね。おやすみなさい。切るよ、切りますよ。またね、お疲れ様、ありがとう、おやすみ1週間お疲れ、明日も頑張ろうね。